はい、ありがとうございます、えー、皆さん、お忙しいところあのお集まりいただきましてありがとうございます、えー、これから IT が可能にする、えー、新しい働き方というテーマで、えー、お話をこちらの皆さん素晴らしいあの起業家リーダーの方にお話を伺っていきたいと思います。はい、ということで最初に、えー、お,お一方ずつ、えー、自己紹介をしていただきたいと思います。 ごめんなさい、えー。こっちですね。はい。ということで、えー、今日は末松さんというふうにもなっているんですけども、私はいつもあのカンさんというふうに呼んでますので、えー、ナチュラルな感じでカンバラさんでいきたいと思いますので、はい、カンさんからお願いいたします。皆さん初めまして。えっ、ー、と今日はどっちですかね。えっ、ー、とツネーションホールディングスのえっ、ー、とカンです。よろしくお願いいたします。えー、私自身はですね、あのー、広島県の出身で。 大学で東東京京にに出ましてそのままままししししててその残り会社を起業しましたでここに書いてある「ニューズ 2U」という会社は私が大学院を卒業してすぐに作った会社です。なんでと会社を作って今21年になります、えー、残念ながら私会社勤めの経験がなくてですね一般常識身につけるのに大変時間がかかってしまいましたで上にあります常石ホールディングスというのは実は実家の家業なんですね。 ちょっとと流行り風に言うとファミリービジネスですでそちらの方の手伝いを、えー、と3年ほど前からするようになりましてそれでそちらの方ではですね主に、えー、と造船事業船を作ってるんです大きい船をとか海運事業観光事業それから、えー、と環境事業というふうな感じで4つのセグメントがあるんですけれどもその会社の方で今 CSV 本部というのを担当しております。 でこの末松かっこかんばらっていうのはさっき控室でも話題になったんですけれども東京で仕事をしている時は旧姓のままでかんばらでやっていたので長谷川さんとはもう古いんですけれどもかんばらさんかんばらさんで私もかんばらで受けているんですけど田舎に帰りますと、まあ、大変父が厳しくてですね結婚しているのに旧姓を名乗るとは何事かと言われましてこの3年ほど急遽末松を名乗っておりますよろししくお願い,いたします。 えと今2つの会社簡単に紹介したんですけれどもどれくらいカルチャーが違ってどういう苦労をしているかをアピールする1枚スライドを作ってみましたあの私の作った「ニューズ・ツー」という会社私は創業これは2001年になってるんですけどその前の会社を1993年に作ってまして今、えーと「ニューズ・ツー」はもう何年だっけ13年で、えー、とまあなんていうんですかね 本当に自分でゼロから作った会社なので、一から十まで全部分かっている会社になります。で、一方で、そのファミリーの方はですね、創業に千九百三年で百年超えてましてですね。で、この男女比もこま、男女比出してって言ったら、細かく出てきまして。本当に十六。なんだよ、これと思ったんだけど16、十六パーセントですね。しか、あの女性がいないというふうな感じなんですね。で、あの。ものづくりですから、アジアを中心に、フィリピン。 中国それから今南米に工場があったりして行くところも全然おしゃれなところないんですよニュースツーやってる時はやっぱりもう IT だしアメリカ行かなきゃってサンフランソビに行ったりとかニューヨークに会社作ってみたりとか好き勝手やってたんですけどニューヨーク行くことなんてほんと少なくて今南米出張入れる時にニューヨーク寄れればいいなぐらいな感じになってます。 なんでまあ本当に自分自身もこういうふうなあの二つの会社をやりながらあのどうやってバランスを取るのかななんていろいろ悩みながらやってますけど今日はお二人の話も聞きながら勉強させていただきますよろしくお願いします。では続きまして原田さんで、はい、えー、トリップアドバイザー日本代表しております原田隆正理と申します。 ななってないんですねあの原田実は私の名刺もですねあのファミリーレームというのは2つを持ってましてあのこのスライドを書いていただいているようにですねあの私は生まれ中国上海という町であの日本に来て。 ちょうど今年19年19目になりますで。そういった意味でですね原,原田というものと結婚しましてですねあの原田龍志織という名前になったんですけれども実はあのキャリアというか仕事上はですねトリップアドバイザー、えー、以前の会社全部龍志織という名前であの仕事をさせていただいてですね今回あ,、まあ今回。 トリパドバイザーにえっと入社してですね、その機にちょっと原田という名前をちょっと使い始めようかなと、今はまあ加藤貴というふうにあのだん,だん原田しおりに変換していきたいなと思っています。あのまあ神林さん、末松さんと全然違ってですね、あの、えー、日本に来て日本の大学入って、えー、卒業してですね、あのまああの I.T. 企業、えー、名前申し上げますとあのソフトバンク出る。 トレンドマイクロ、今あのトリップアドバイザーというあのほぼ IT、えー、畑を十数年ほどあのちょっとキャリアを積ませていただいております。えー、っとそうですねあのそういった意味ではですね今日はあの今日、えー、っとこのパネリストを見させていただいて非常に今違うバックグラウンドなので非常にこのディスカッションを楽しみにしております。はいはい、次に会社の説明も はい、お願いいたします、はいえーと。軽くアンケートとっていいですか。トリップアドバイザーっていうご存知方手を挙げていただいていいですか。あ、ありがとうございます。<laughs> いや、あの、口コミ書いていただいたことある方で手を挙げていただけ。あ。 ありがとうございます本当非常に多いです。あの今本当にありがとうございます。やっぱり女性の方結構使っていただいているっていうこと葉すごい嬉しいですね。あのトリップアドバイザーはですねあのまあ一言言うと世界最大あの旅旅行情報サイトです。えー、まあどのぐらい大きいかというと次のサイドスライドありますけれども、えー、今月間ユニークユーザーが3.5億人、100%トラベラーですね。えー、と口コミは2.25億ですね。これ毎月変わるんです。 数字なかなか覚えきれないんですけどあの言語というとですね一番特徴というのは45か国展開しておりまして28言語を持っておりますではそういった情報サイトですので、まあ、ホテルレストランアトラクション要するに観光名所ですねすべて旅行に関わるアイテムをですねあのコンテンツとして持っておりますのであの実はこの会社入る前で私そのトイプアドバイス大ファンでですねあのずっと海外出 でばっかりこう使わせていただいているのでぜひあの皆さんがですね旅行先で活用していただければ嬉しいなと思ってますありがとうございますはいでは土屋さんお願いいたしますあこんにちはえっ、ー、と株式会社ハブ東京の土屋と申しますえっ、ー、と私の方は苗字の話は土屋しかないんですけど <laughs> <laughs> あのまああの1回 えー、申請がある状態になってまた今に戻ってますので、まあ、罰とといいうことでございますお二人と全然違ってですね私の方は今、まあ、小さな会社を経営しておりますそれまではあの、えっと、一番最初のキャリアが NGO から始まってで日本であのインターナショナル NGO の立ち上げをしたりですとか、まあ、その後新規事業を専門とするコンサルタントをやったりとかもう何か。 何かを立ち上げるっってていいううのが大好きっていう <laughs>、まあ、あのそこにアドレナリンを感じる人間で,であの、まあえー、と3年前に起業をしましたでそれまではあの途上国で、えー、いろいろなあの、えーまあ、貧困層向けの,あのソーシャルビジネスを作ることを専門としてですね <laughs> あのインドネシアインド、えー、それから中国ガーナケニアというあのまあちょっと 何ですかって感じなんですけどいろんなところであのその農村部で仕事をしたりとかをしておりましたでまあ,あの次に行ってま、はいりまし会社についてそうです、ね、ちょっとビジョン的な、はい、私の方は全く実績がですねお二人のようにあのないのであのビジョンの話になっちゃうかもしれないんですけれどもあの私が今やっているハブ東京という会社はそういう社会起業家 たちを支援するあの会社ですでまあ同じ山を登るにしてもあの一人で登るより二人で登っていくでそういうコミュニティを今作っておりますもう一回はいそうですねであ次でいただければと。 で実はそのハブ東京というのはこのインパクトハブグローバルというあのネットワークの中に、えー、あの,の一つの東京としてありまして、まあ、あの私たちは65都市にほかにある中の一つとして動いていますで今世界中のグローバルなそういう社会企業家たちとあのつながるようなコミュニティをしてまして。 そうですね。あの65都市で、まあ、今世界で1万人とつながるで、東京で今150人というような形です。どんどん行っていただいて大丈夫です。であの私たちは社会的なインパクトを作り出すというのをミッションにあのいろいろなコラボレーションをあのつなげていったりとかいうことをしています。ではい、あの次に、えまあ、こんな感じですね。今、 東京にいるコミュニティちょっとだけお見せしたんですけれども150人ぐらいいらっしゃいましてで皆さん本当にそれぞれ一人一人面白い活動をしてます、まあ、男性結構多いんですけどね女性もすごく多くてあの、まあ、女性のアマゾネス軍団みたいな人たちがですね私たちのコミュニティの中にもいてであのそういう人たちに私もエンパワーされてあの今に至っているというような状態です、はい、ありがとうございいます。 ありがとうございます、えー、それでは皆さん、この今までの,あのちょっとまだ触れていない部分としてキャリア、これまでのキャリア、まあ、あの企,業企業もすぐされたということでキャリアアップっていう、もしかしたらちょっと違うのかもしれないでこれまでのご経験についてちょっとお話をしていただきたいと思ってます。はいですので、これまでのキャリア、はいではどうぞ。あの本当に あの今振り返るとですねこの二十数年をあのキャリアプランって考えたこと全くないんですねとにかく田舎に帰りたくなかったのでどうしたら東京に残れるだろうかとでまあ実家仕事してる人が多いしみんな父も弟も叔父もみんな社長さんなんでとりあえず社長になったらいいかなぐらいな感じであの会社作っちゃったんですけれども。 あの本当に私は恵まれてたのは1993年の年末に会社を作ったんですけど日本のインターネットの利用が1994年からなんですね商用利用がスタートしたのが。でその時にたまたま会社を作ったのでこうインターネットのホームページを作るという仕事がすごく新しい仕事だったんですね。 で他にやってる人がいないので皆さんスタートライン一緒だったのでじゃあそこから始めようかと古い業界だとねやっぱり経験のある方とかが多くってなかなか難しいかなということでそれで最初はそのウェブサイトのデザインの会社を立ち上げましたで本当にそのキャリアとか会社を大きくするとかそういうことを考えてたんじゃなくって。 次から次に来る仕事をあのブラック企業の走りですよ24時間働けますかって言いながらスタッフと仕事をしていたそんな感じであまりこう長期のことを考えてやってたわけではないですね。でふと立ち止まったのがあの結婚して子供が妊娠した時ですねそれまでもう24時間働けますかってそれがもうかっこいいぐらいな感じでやってたんですけどなかなか自分の体が思うように動かない。そうすると あのどのように仕事の仕方を変えるかなということで、まあ、幸い、自分が社長なんでそのちょっと仕事のやり方を変えようということで新しい会社を作ってこう残業とかない会社を目指してみようかなということで今のニューズツーを作ったということでこうキャリアプランを考えたのではなくて自分の目の前にある環境に適応してここまでやってきたというふうな感じです。どううでですすか原田さんの、はいはい、そうですねあの そうですねまあ、私自身は割とそのキャリアというのが。 えと日本に来て大学入ってですね最初はまあ働く気は実はなくてですねまあ同じくえ本国というか中国にいる父があの家業を持っていましてですねまあ当然帰って継ぎなさいって言われるんじゃないかなっていうふうに思っていたんですけれどもあの本当にちょっとかぶっちゃいますけど私も中国に帰りたくなくて <laughs> あのいつのその父親にあのやっぱり投資した学費をちゃんと取り戻さないと とい,いう意味で,で日本をやりこう残さててもらってです、ね、で実は私、まあ、青枠に入った時に、えーとまあ、1年2年で単位取って3年4年もそんなゼミは忙しくなくてですねあの当時実は渋谷を中心にしてこう IT こうビットバレーって皆さん多分ご存じないと思うんですけど言葉としてはだいぶ、まあ、もう古いんですけれどもたくさんそうですねたくさん IT 企業が ででき始めてですねでそこでですねインターンをさせていただいて例えば GMO さんとかですねネットイヤーさんとかネットマイルさんとかですねあの、えー、とインターンをさせていただいてですね でもう本当にそこであの IT に、まあ、とっっっっりとはままてしまったっていうのは、まあ、きっか,けですでそこからですねちゃんと働こうっていう IT 企業で実は起業した,したかったんですね。でしたかったある友人の,あのスタートアップで、えー、っと入らせていただいてですね増資とかいろんなデューデリとかちょっと経験させていただいたんですけどそこで分かったのがここで起業したら私は失敗するんだっていうふうにはすごく思ったんですね。要するに 実は何もできていない自分がすごい盲目に IT のバブルのっけてやってたら絶対失敗するんだっていうのがあの、まあ、改めて怖さをしてですねそこからキャリア積もうというふうに思いましたでキャ,あのキャリア積んでいこうっていうのがあの最終的に会社長自分が会社いつか立ち上げたいという気持ちはずっと強かったですだからそういった意味ではじゃあその社長になるために何が必要なんだっていうところであの まあ以降以降全部経験していこうという意味で私のキャリアを見てるとまあセールスマーケティング経営企画で最終的に今あの会社経営っていうような形で性格的に緻密にそのプラン立ててやる方ではないんですけれどもあの気づいたらキャリアに関して割と慎重にやってきたんだかなというふうに思ってます。で自分の中でキャリアパスに関しては2つ あのポリシーがありまして、で一つはですね、3年後に自分がどういう風うになっているかっていうのが必ず想像してあのスタートするっていうのはまあ一つ自分のこだわりですね。あの三年後私は何をしてるんだっていうところです。あともう一つですねこだわりとしてはあのネガティブ転職 ネガティブキャリアパスはしませんっていう要するに結局ここで逃げてしまうと次の会社あるいは次のキャリアで同じ直あの問題に直面してしまうので必ず必ず全盛期というか一番あの自分がもうやりきったっていう思う瞬間にあの次のパス、まあ、キャリアパス行くっていうのはこの2つの私のこだわりでした。はい、ありがとうございますでは次に土屋さん はいえー、と私も今のお二人のお話聞きながら遠くあの昔思い浮かべてたんですけどあの私自体はキャリアというかもうあの一番最初に大学を出てすぐ NGO で働いてたので,で、まあ、そこからの キャリアっていうのはどこにあるんだろうっていうのがほとんど見えないような状態でで,ですけどあの当時はもう NGO っていうともうなんか怪しいものみたいな <laughs> イメージがあったんですが最近は本当にいろいろ社会的な活動をする人が表に出るようになったんですけど、まあ本当に15年以上前の話で,でそうするともう怪しいと。であのそこから、えーとまあ、その当時も何か会社に入るっていうことよりも。 ちょっとその時にはもう決めていたことがあって、まあ、自分が納得するもの以外は売らないとか自分が好きだと思うものをサービスであれプロダクトであれ売るとなのであの会社が好きだから組織が好きだからっていうだけじゃなくて自分が人に提供しているものが自分が本当に納得できるかどうかっていうのを常に考えてあの生きてきたと思います。であの えとその後シンクタンクであのコンサルティングファームで働くようになったんですけどそれもあのその時もあの会社の中の仕事を少しずつ自分で勝手に変えてしまってですね <laughs> あのだんだん自分が売りたいものに全部変えていったという形であの気が付くと私は自分のチームを持っていて。 であの他の人たちはよくわからないけどあの人たちは何かを売っているみたいな状態で,でそれが、まああのえー、と海外でのソーシャルビジネスをあのコラボレーションで作っていくっていう共同事業をするコンサルタントとして動いてましたでまあそれのあとですねあの、えー、日本に帰ってきてああその時はロンドンにベースだったんですけどその後日本に帰ってきてあの起業しますでただあのやっぱり えと結局自分が一番したいものを追求しているとだんだんあ自分でやんなくちゃいけないなとで自分でやんなくちゃいけないっていう時に何からしていいのかわからなかったんですけど、まあ、父,があの父もそういうようなあの自分でしあの事業を立ち上げた人で彼に聞いたら「お客さんいる?」って言われて「<laughs> お客さんいない」と思って <laughs> それからお客さんができるようになるまであのまあ あのコツコツとそのシンクタンクで働いてた時もやりましたで今はそのお客さんをどう捕まえるかとかっていうのはもういろいろ痛い目を見ながら分かってきてでそうすると少しずつ自信ができてあの起業ができたのかなと思っています。はいはい、ありがとううすこれはもうなんか えー、ワンセンテンスぐらいでですね、ゴール設定とか計画についてこの今まで走ってきたときにどういうふうにプランを立ててやってきたのかちょっとこう一言ずつぐらいであの教えていただけませんか。何かやるときはですね、次の世代に残せるものかどうかっていうことがすごく大事だなと思ってやってます。はい、そうですね、ゴール設定まあ必ず中長期のゴール が全部持つことですかね。はい。えっと、あの人生の意義とあの一致してるかどうかをいつも考えます。あの私だけでなくチームも含めて。はい。お、はい、めでとう。ちょっと時間的に押してるのでどんどんいきますね。<laughs> <laughs> はい。じゃあまず、えー、失敗とか不安、経営者をされてるとあのいろいろあの責任が重くてですね。 失敗しちゃうんじゃないかとかいろいろ不安があると思うんですけどこちらもちょっと一言ずつぐらいで、はい、どうですかねやらなかったことのリスクを考えるのかなだから失敗したら失敗したで経験は残りますから、はいはい、そうですね。まあ、どうせ まあ、生きてというか、あの時間を過ごすんであれば、まあ、いろいろあった方が楽しいかなっていう。なんからずっと成功したら、つまらないんじゃないかなというふうにも思ったりします。二人とほとんど一緒で <laughs>。<laughs> あの、やらないことで人生が無駄になるリスクの方は強いです。はわ、い、かりました。ちょっと私は、あの、どうやって失敗から立ち直るか、でも、もっとねほり葉ほり聞きたいんですけども、ちょっと I. T. ということなので。どんどん次の I. T. の。 メインテーマに進みたいと,思います、はいえー、と今回ですねお,お集まりいただいた皆様は、えー、と特にバ原さんと原田さんが IT の企業それから、えー、土屋さんが IT を使ってビジネスをされているような方々起、まあ、業家の方々っていうことなので、えー、まずちょっと皆さん IT に関連していますので IT に関するこう興味とかそういったところについて、まあ、自分とのつながりに関してちょっとお話を していただきたいんですけどもいかがですかね多分我々3人に共通しているのがあの it がベースになっている時代に仕事をしているっていうことだと思うんですよねその会社の中にいると皆さん例えば上司がいたりするとこうインターネットがない時代にメモを書いてたりとか会議室の予約ホワイトボードでやってたりとかそういうその まあ私たちからすると困っっったおじさんっていいいいうのがいっぱいいるわけですよねでそこがすごくその我々フラットにできる世代で自分の会社だしっていうのはあるのかななんて今お話を伺いながら思いましたね。はい、まあやはりその、まあ、先ほどそのビットバレーでインターンをさせていただいた時にやっぱり目から鱗が毎日ですねだからもう本当に寝れないぐらい興奮しっぱなしだからそ,そこからはまああの IT に対して興味っていうか要するに世の中変える方る。 大きな力っってていうふうには思っていますプログラミングとかができるわけじゃないですけどなんかその新しいツールが出るとすぐ試したくなるっていうのがすごいあってなのであの先ほどおっしゃってたみたいにあの自分の会社だから全部導入できるしあこのチームで試してみようとか社会実験ができてそういうふうに使っていると思います。はい でではですね次の質問に行きたいんですけれども、あの特に経営に関してもちょっとあの伺いたいんですけれども、IT の企業を経営するっていうことと、それからと、特に土屋さんに関して言うと,、えーと IT を使った、IT を使って経営をしてるっていう感じだと思うんですけれども、どうですかね、この経,営に経営者としての,あの IT ってどうですかね。難しいですね。<laughs> あの IT がなかったら困るよねっていうのは多分すごく皆さん実感あると思うんですね今お話した通り例えば今あの私自身もそうですけども東京と広島を行ったり来たりしてたりとか南米に行ってたりとかフィリピンや中国行っててその移動時間の移動の時間とコストっていうのがすごく大きいわけですよね普通にあるとだけどその部分の大部分がテレビ会議 とかででクリアにできているこれがなかった時代にどうやってマネジメントをおじさんたちしてたんだろうっていうのは逆に教えてほしいくらいですよね。電話もうなんでやっぱりそ,そういう部分でいくとかなりその情報に簡単にアクセスできるし低コストででいいろんななこととができるるようになってると思いますただやっぱりそうすると権限の維持を進んでないのかななんて今しゃべりながら思ったんだけど全部コントロールできちゃうよね。 うん、原田さんはどうですか IT 企業の経営者としてあの IT 企業を軽業、まあ、するといつも壁にぶつかることはあるんですよ一つはですね IT のプロダクトが全然セクシーじゃないんですねサーバーとかパソコンとかソフトウェアとかプログラミングとか <laughs>、まあ、特に女性の私たちからするとあの全然セクシーじゃないんですね私本当にずっとそれ悩みましたあの十数年ぐらい。 でそれででトリップアドバイザー入ったんですよどうやって IT をセクシーにするかという意味であのこういった IT ツールでですね旅行楽しくなってこう,なこうレビューをチェックしたりとかさ、自分がレビューを書いて皆さん「あい,やいいね」とか押してくれたりとか、まあ、非常にまあ自分の生活に溶け込んでいって、まあ、楽しいですよね。だからら IT 企業を経営すする時に、えー、ひたすら心かけて ていきたいのがどうやってセクシーにしていくかというところですね。あとはスピード感もすごく好きだっていうふうに以前おっしゃってましたけどどうですか。はいはい、あのそうですね。えー、まあ I T というのはまあそもそもこの先ほどまああのセイマさんもおっしゃってたようにあの効率化するまあ何を効率化する結局時間短縮ですよね。 だから時間短縮するための it なんですけれどもその自身が時間短縮できてなかったら意味ないですよねだからそういった意味でしかも世の中はですねあの皆さんがこう2,3年前使っているソーシャルツールと今の使っているもの違ってますよねそういった意味は今時間の流れがどんどん速くなっていてあのどんどんこう追いついていかないとあのまあ 鳥を残されてしまうという意味では、まあ、特に性格的にすごいせっかちなんであのですぐ、すぐというようなところでスピード重視というのはもう一つ自分の中で心をかけていますね、はい、千代さん、どうですか。 とそうですね IT がない状態って本当にイメージができなくてあの今現在東京に住んでいなくてあの軽井沢からちょっと行ったところに住んでるんですね。であの週に2日3日ミーティングが本当にある時だけって本当にってだかあれなんですけど <laughs> フェイスゥフェイスでやんなくちゃいけないものだけあの出てきたりとかそれであの回ってしまうというか。であの 今例えば、まあ、ロンドンとサンフランシスコのデザイナーと一緒に新規事業を作ったりとかっていう時にももう全くスカイプで朝電話してでそのままでできるっていうこの,このスピード感はあのちょっともしこれがなかったら。 全然面白くなないいだろうなと思いますねであとはあの今社内は全部チャットになっていてであのそのチャットのコミュニケーションも他の人のチャットを見れるような状態ですごく透明性が高くてだからその非常にデモクラティックにあの組織を動かすことも逆に言うと IT のツールだとできて先ほどおっしゃってたおじさんたちには全くできないことを自分で逆にそのハックしてできるのがすごい楽しいです。はい しかもその以前ちょっとお話を伺ったときにあのチャットを使っててでメールをなるべくしないっていうでメールをしたときも挨拶は入れないとか、はい、そういうのもとかで終わる日本語ってすごい長いですよね今、実はうちの会社は英語にしていてもうハイ、はい、だけでばーって始まるっていう、まあ、日本語も混ざるんですけどそうするとすごく早いなっていう気がします。いいですね私も 脱挨拶メールやってみたいなと思ったんですけど、はい、すごいスピードで動いてるということですね。はい、じゃあ次にちょっと IT と女性っていうメインテーマにもどんどんいきたいと思うんですけれども、えー、とこう特に何かこうあごめんなさいどうですかね、えー、とここに関してはあのデジタルスペース の使い方とかおすすめのツールサイト、なんかワークライフバランスでえっ、ー、とここからちょっとすごく面白い話に展開になるんですけれども、お三方ともえっ、ー、と本当に I T を駆使したライフスタイルを送っていらっしゃいます。その辺をちょっとお一方ずつあのお話をしていただきたいなと思っていて、例えばカンバラさんは実はおこ、えー、ご子息が今中学校三年生で、えー、スイスに 留学をされていいるととうことで,で原田さんはもちろん中国ご出身でもうご自身がインターナショナルでやっていらっしゃって世界を飛び回っていてで土屋さんに関して言うと軽井沢にお住まいでもう東京でリモートであの世界中の方と仕事をしているっていうことであのすごくその前例のないような仕事あさらに神原さんに関して言うと今2つの会社を経営に にかかっていいるととうことで広島とも行ったり来たりしたりとかっていうことであの今まで私たちがこう考えていたワークスタイルライフスタイルっていうのは一個のお家に住んでいて会社に行って帰ってきてっていう感じだったと思うんですけど IT を駆使してあの新しいこうライフスタイルを築いているのでその辺の関してちょっとお一方ずつお話を伺ってもいいですかね そうですね、あの自分自身はなんかこういう仕事の仕方をしているので普通だと思ってやっていることがあまり普通じゃないのかなというのはあるんですけれどもあの基本的にににあまり時間に縛られずにやってるつもりです、えー、と今、「ニュース2 a という会社の方はですね、あはちょっとエルオンラインさんの方にもお話書か,かせていただいたんですけれども例えばその病気であの通勤ができないスタッフがいるんですね。で今彼は 週にに回回かな月に1回、まあ、ミーティングの時には出てくるんですけども基本的には普段テレビ会議ですよ。 で家でプログラマーなんでプログラムもできるしいつもチャットルーム立ち上げてるので用事があったらそこで声かけるしでそれで必要なのときはフェーストゥフェースでテレビ会議であの定例ミーティングにもきちんと参加してるしそれに全くその違和感ないしそれであの業務が滞るってことはないわけですよねでその経験っていうのはそのシェアしている会社に毎日来ているスタッフにとってもすごく大きな経験だと思うんですね自分が 在宅で仕事をしなななけければいけなくなった時例えばその子どもが具合が悪くて今日は家で仕事をしたいあるいはおたふく風で1週間家にいなきゃいけないみたいな時にもあのマシンを立ち上げておきますからっていったような仕事の仕方もできるし例えば病気療養で病院に病院というかな ちょっと遠いところに1ヶ月ぐらい行ってたスタッフもこの会議とこの会議とこの会議は出ますと時差があるのでこうしますというふうな形で比較的柔軟にできるんですよねだから本当に約束ルールを守る文化のある会社であれば IT でかなりその自由度が高い仕事の仕方ができるんじゃないかなっていうのも自分の確信としては持ってます。そそれはその ただしその押し付けてやると嫌がる人も多いので必要に迫られたときにそのソリューションとしてこういうふうにやってみないでそれで成功体験したらそれをいろいろ展開できるみたいな感じなのかなということでその働き続けることが。 可能になるっていうのが I.T. のすごい魅力だと思うんですね。我々多分60天年なんてことないですよ。よ皆さん100歳までいきますから、そうするとやっぱ70歳ぐらいまで働かないと年金の問題もとかあると、こう働き続けるインフラがある我々はあのそんなに悲観することなくって、いろんな形で仕事が続けられるのはすごくありがたいことじゃないかなと思ってます。はい、あのご家族というかあのご子息とのやり取りもどんな風にしてお話しするですかっあのやっぱりこの 何でしチャットとかそういうのなんですかスカイプとかですかあのほとんどストーカーですよ私は <laughs> 息子の <laughs> なんであの彼がツールを変えるんですよね例えばもうママフェイスブックしかしないから僕フェイスブック見てあげてるんだよみたいにこうピンタレストとかねインスタに移ったりとかどんどん彼らは新しいツールをどんどんいっちゃうんですよねそうするとこっちも負けずと追っかけててストーカーのようにしてるんですけどそのやっぱその。 ちっちゃい頃はね、こうスカイプでおはようなんてやってたんですけど、ノーレスですね。残念ながら。<laughs> はい。はい。ありがとうございます。どうですか。ワークスタイル、ね、はい。はい、I T を使って。そうですね。あのー。 まず、まあ、実家とはですね昔からまあそのフェイスタイムだったり LINE だったり、まあ、今 WeChat っていうのはもう必須ですよねこれないと信じられない生きていけないまあそのまず娘にも教えてるんであの娘と実家の両親あの <laughs> 今でも覚えてるんですけど結婚したのは9年前ですね。9年前に あの結婚して初めて主人の実家に行ってそこで早速スカイプをインストールしてあの主人の両親に使わした覚えがあるんですけどあの時本当にすごくびっくりされてなんで 僕らがそれを使わせようとするんだっていうのは質問されたんですけれどいやそうするとね王、まあの顔が毎日見れるわけですしあの実際私彼と私,たち私の中国の両親ともつないであげてたまにこうしゃべれるまあうちの母親は少し日本語しゃべれるのでっていうふうにあのしてしていましたね。まあ自分まあそ子育てする時もやっぱり IT 非常に役に立ってますんで例えば私娘のクックは完全にアプリで勉強してます んであのえー、とそういう何て言うの覚えたりとかするんじゃなくてゲーム感覚であのクックのアプリあるんですよすごくよくてですねあのそれでやらして本当に早いんですあのんん本人のゲーム感覚だからすぐ覚えちゃうしあとまあどうしてもその私出張とかすごく多くてですね あの主人がです、ね、いつの飛行機で何時帰ってくるっていうのは分からないので家族基本、えー、とカレンダー共有、まあ、ウェブ上で共有して、まあ、それ無理やりベビーシーターもあの <laughs> ウェビーシーターも入ってもらってうちのベビーシーターと私と主人と子供が全部そのカレンダーで見れるように。 あのしてますだからそれであの家族はうまくこう調整して、はい、会社のチームみたいな感じですね。と、ねはいうことそれがなければあのし信じないですけ海外のいる時に予定どんどん入ってくるとか紙に書けないじゃないですか。と、はい、いうのはすごくあの結構おすすめ,おすすめです家族の <laughs>、はい、予定も全部クラウド上にということですかりました、はい、そうですか そうですね私は子供がいないんですけれどもなので今ちょっとお話を聞きながら女性とっていうふうに言われた時に何だろうと思ってたんですがやっぱり、えー、とあのえ英語ができればあのオンライン上で本当にアクセスできる情報がすごく多くて。でその 例えば勉強したいものとかがフリーでいくらでもオンラインコースが出てきたりとかしてるっていうのはすごく大きいなと思ってますで私も正直えといろんなそのプログラミングのすごい簡単なやつとか自分であのほとんど Google さんに聞いてですね <laughs> あの覚えたりとかもできたしでそれあの他に今あの私たちのコミュニティの中でもオンラインのコースを取ってる人たちでちょっと 今度はオフラインで集まって勉強するとか、なんかそういうそのなんあの日本にいる女性っていうだけで今まで実は制限されてたものが実は全部取っ払われていて、でそれに気づくっていうだけでもすごい世界が広いだろうなと思ってます。はい、ありがとうございます。であの皆さんこの I.T. とかねあの使われてると思うんですけど、あの24時間 まあ何日間ですか。もうずっと I T にもうなんかこう I T づけになっちゃうんで疲れ果てちゃうと思うんですけど、この辺のバランスとかどういうふうにしてあのオフオフにするかとかそういうひなんかこう秘訣ってあるんですか。じゃあどうですかね。確かですか。確かですか。私あのえっ、ー、とそうですね。けあのほ見ない時間を決めてますね。で見ない時間を決めてるのはもともと起業したての時は。 あのほとんどあの中毒状態ですよもう見てないと心配で心配でしょうがなくてもうであの今のパートナーがフランス人のハーフの人なんですけど彼がごご飯がすすく重要なんですね <laughs> であの食事はきちんと全部朝昼晩と座ってちゃんと食べなくちゃいけないしかもちゃんと料理をしてであのそれを聞いた時に、まあ、そのフランス人的な あのラ,イフワイライフスタイルの聞いた時にすごく納得をしてでそれ以来は朝ごはん食べてからちょっとチールアウトしてで仕事をするとか,なんかそので夕飯の前にはもう終わらせるとかでそうしないと怒られるんですけどだからなんですけどそういうふうにしてからすごくその自分のライフバランスが良くなったと思います。軽に引っっ越されたっていうね ことも私、ちょっと体調崩しちゃったんですけどあのそれもあのちょっと、まあ、アレルギーが出たんですねでそれであの東京から離れたんですけどでもあの、それも全部含めてあのどん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 こう自分としてはすごく健康な方向にそのバイクライフバランスのことも含めてなっていってると思います。バランス取ります私の場合は バランス取れれててるかなっっいいうちょっと疑いがありますけれどもまあ一つはやっぱり娘と一緒にいるとまあさっきの話じゃないんですけど娘例えばご飯娘と一緒に食べると私はずっと携帯見てたらいつか彼女もそうなるっていうことを考えると非常に恐ろしいですよねだからそういった意味では家族と向き合う時間は必ず一切伝わらないっていうことまあそれは主人にも同じことをあの強制的にやっていただいてるんですけどまあ家族をいる時間はあの触らない。 だそういった意味で、あとはなるべく外に行くのかな？あのバーベキューしたりとか、あの公園行ったりとか、その時わざと携帯置いてきます。あのあるとやっぱり触っちゃうんですよ。 だから忘れたって言ったらう仕方ないみたいなそのあともう一つ旅行するときに宿とか割と山の頂上とかその電波が明らかに入らないところを意図的にあれ選んでいますあの入らなければそ,うですねそこに w i f i 通じませんっていう書いてるのはあえてそうういの探してあの逆にですね最近箱根いくつか宿わざとですねあの w i f i 導入しないっていう。 のがコンセプトしてるので、そういったところをあの選んで、あの本当ほんのま数、あ、パーセントぐらいあのオフはさせていただいているのかなというふうに思っています。ここはちょっと自信がないところで、あの基本的に仕事大好きなのと今2つやってますから、あのできれば20時間仕事したいぐらいなんですよね。なんでもスタッフには私のメールにはあの勤務時間外には返事を書くなとか、まあ。 オンラインであっても声をかけなくてもいいよとオンラインでこっちは投げておきたいけど返事はしなくていいよっていうのを言ってるんですけども私に引っ張られる人がいてちょっとそこは今反省しているところですねでやっぱりその飛行機での移動10時間を超える移動の時にこう Wi-Fi がある時とない時とあってあると嬉しいなと思う時もあるんですけどない ない方がいいかなと思う時もあるっていう感じですかね。以前カンバラさんあのまあすごく昔なのでもしかして変わっちゃったかもしれないですけどあのいろいろなえっとカンバラさんは。 アットミナコでツイッターのフォロワーもたくさんいらしてでもうやっぱり有名な方なの IT 業界で有名なのですごくノーティフィケーションっていうんですかあの電話でいっぱい来るっていうのをなんか切ってらっしゃるっていう以前,以前おっしゃってたんですけどその辺はどうですか今のところ。基本的にはその集中して仕事をするときにはあのソーシャルは全部落としてますね。 原稿、まあ、書いたりとかもう授業計画書いてるとかかなりその集中したい時にはもう全部切るようにしてますどちらにしてもこちらでコントロールできることなので今自分のモードがこうテンション上がってて今この仕事の話しときたいよねっていう時にはもうガンガンしちゃうんですけどそうじゃない時には自分でコントロールする向こうからこうインタラプトされるとかコントロールされるのは、うん、ないように自分でコントロールしますね。はい まあこの時代ですね情報の洪水にもうこのなんかやられてしまいそうになる,なると思うんですけどやはり皆さん強制的にロステーション変えたりとかっていうふうにされてるってことですねはい分かりましたありがとうございますそろそろ多分時間もですね迫ってきてるね。で次にちょっとやっぱり L ということであのリーダーとしてのファッションにの質問をしたいんですけれども先ほど面白い話がちょっと控室で出ましてあの 国やはりリーダーの方々って海外出張に行かれて、その時にの tpo がいろいろあるので、その辺に関してなんかこうザックバラにお話ししたいと思ってるんですけど、どうですかね？自分の見られ方とかありますか？じゃ、あ原田さんからそうですね。まよく失敗するんですね。例えばそのアメリカのオフィスに行って、ちゃんとスーツで行ったらみんな。 ジーンズ短パンとかそういう T シャツ短パン一人だけすごいのカチカチの格好してたりとか逆にヨーロッパオフィスでジーンズで行ったらみんなすごい綺麗なワンピース着てとかですねあのいかにこの国によって。 あの違うっていうところと、まあ、さっき控室で盛り上がったんですけど日本で買った洋服中国にあの着て帰ると何でこんな地味な洋服着てるのとかやっぱり赤とかねすごく鮮やかな色とかあのものすごいちょっとあの奇抜なファッションっていうのは結構好きな国なのでだからそういった意味ではあのファッションは非常に私にとっては難しい。 正直、あの人生かけて、どんだけ、どんな勉強しても、どんなに追求しても、追求しきれない、大きな。最も難しい仕事じゃないかなというふうに。まあ、仕事っていうのが、プロジェクトっていうのが、オブジェっていうのが、難しいと思っています。あの、今日、例えば、お召し並べても、どういうふうにして決めるんですかね。やっぱり、こう、客観的な意見とか。うん、あの、あんまり考えないですね。あの、三、三秒以内で決めるという、あの。買い物もそうです、ね、スピード感でね。 買い物もそうですね、あの全然乗られない日一枚も買えない。で、の、乗ったらものすごい買って、もうなんだこれみたいな、そういう。いうのが、そういうタイプですね。だから、まあ、選ぶのはあんまり考えない。逆にちょっと芝居したかなっていう、ちょっと思ってます。わ <laughs> りました。では。どうですかね。ファッションはですね。本当に <laughs>。スーツを持ってない,ってい、ね。あ、そうですね。ねおっしゃる通りですね。 前そのコンサルタントで働いてた時はスーツ持ってたんですけどあのやっぱ着てるって自分で合ってるかどうかっていうの合ってるっていうのはその自分らしかどうかっていうのが一番強くてで、まあ、あの着てみて、うん、自分らしい状態じゃないなと思ったらもう違うなと思ってですね起業した後は なんか違うな違うなマインドがどんどん変わっていくんで,でそうすると着る服も変わると思うんですけどそれで揃いいののセッットアップのスーツとかはもうなくなくってしまいましままたででその代わり今あの今日ちょっとジーンズはちょっとって言われたんでジーンズじゃないんですけどあのいつもジーンズと T シャツでうろうろしてるんですがジーンズと T シャツが一番自分ではその自分のシルエット体の形とかにも合うだろうしそれから自分らしいのでそれ自分らしいので。 それを着ていますでなんかあの大きな企業とクライアントで打ち合わせっていう時も逆になんかジーンズで行くとあそういう感じなんですねみたいな感じであのあのなんかこう異次元のものとしてですねあの取り扱われるようになるとあの話が逆に進みやすかったりとかしてあの向こうと同じ土台に立たないように逆にしていたりとかしています。はい そうですね、あの重厚長大な会社にいるとです、ね、派手な格好をするだけでにらまれてしまうのでもう役員会も女性、私だけですしあの下手するとなんとか研修センターなんて女子トイレないですからねみたいな会社なんですよ。<laughs> なでもとにかくもう目立たない地味な格好にしたいなと思うんですねで一方で3年ほど前にちょっと1年ほどニューヨークに行ってその当時買った服ってもうオレンジとか。 こう綺麗なパープルだったりとかブルーとかすごいそこにいる時には普通に着てたのにもうすっかり着なくなっちゃった服っていうのがあってやはりその場所によってこう着れる環境とそうじゃないのってあるんだなと思ってますね。なかなかあのちょっと色物のスーツとか着た日には主人から政治家じゃないんだからさみたいなことを言われますよね女性政治家ってほら結構色のついたスーツ着てるじゃないですか確かに。ってなるとやっぱりモノトーンとかになっちゃいますね。 勉強不足で <laughs> 年齢とともにあとこうブランドとか何か選ぶの変わってくるとかありますか おっっおししゃってましたけどそうですねあの正直例えばですねあの、まあ、例えば日本の女性、まあ、先生会の女性が、まあ、エルメス結構憧れなんですけど私の中では自分まだエルメスにふさわしい女性になりきれてないっていうふうに決めてるのでまずシャネルあたりで挑戦して <laughs> っていうふうに思ってるんですけどだからまあ正直つい最近まではシャネルとかもう変えることでき,たできなかったんですね。あのやっぱりふささわしくない、まあ、先ほど土屋んも 自分らしくないっていう意味では私にあんまりブランドはこだわらないかな自分合うかどうかっていうでもただあのシャネルみたいな女性とかエルミスみたいなブランドを追求するその何 <coughs> ていうこうポリシーっていうか何ていうこうそういった企業理念とか、まあ、そういったところは非常にリスペクトしてはい選びたいなとは思います。わかりましたそ、えー、そろそろ時間 に迫ってきました、ね、最後に皆さんにメッセージをひとお一人ずつあのお話しいただきたいんですけれどもはいではじゃあ土屋さんからはいそうですね私はその女性あうちスタッフにも女性がいて女性っていうものをいつも分解して考えることがあるんですけど女性は結構いろんな期待を背負って生きているなと思いますで あの皆さん多分お父さんお母さんもそうだし周りもそうだしお子さんもそうだしでその期待に応えなきゃ応えなきゃって言ってあの自分の期待を忘れてしまうことがあるのをすごく感じていてでその自分の期待自分が本当は何をしたいかとか自分が自分にじ実は期待しているものは何なのかっていうのを お腹の奥の奥方まで探っていくとどんどん自分の能力が開花されていくのを感じるまあそういうふうに私あのチームの女性と話してたりとかしてどんどん変わっていくのを見るのでそのまあ英語でセルフエスティームって呼ばれるものだと思うんですけどセルフエスティームが低い女性が日本はすごく多いんですがあのまあその点はまあどっか今日聞いたなと思ってですねあの今後の人生であの思い出してもらえたらと思いました。 そうですね、あのえっ、ー、とこれカンヌーの広告大賞を取った CM だったのかなダー,ブダーブというあのブランドなんですけれどもあのたくさんの,その女性をインタビューして自分が美しいかっていう質問をしてあのっていうのは非常に、まあ、あの皆さんい、まあ、だいぶ古いんですけどあのちょっと YouTube でご覧いただいて何を言いたいかというと、まあ、女性は美しいであるべきっていうかそもそも美しい。 ものなんですよだからそういった意味で私も結構主人と喧嘩して「何でいつもわがままなの?」っていうと「女性わがまま何が悪いんだ?」っていうのはいつも言い返していますだからそういった意味ではあの皆さんに伝えたいのは「わがままで生きていいんだ」っていうこと。 まあ仕事選びにしても人生選びにしてもあの恋人を選びにしてもあのわがままでいて,ていただくのが私はベストだと思いますねだからそういった意味ではまあわがままに生きていていただいてあのベストまあキャリアについてですね最後キャリアについてベストのキャリアはまあもちろんあの要するに自分の趣味があのキャリアになるっていうのは私は個人的にベストだまあそれこそ究極なわがままですよね好きなことをやらせていただく。 ということをあの皆さんお伝えできたらいいなと思ってます。はい、なんか年の頃なのか結構固いメッセージ考えてたんだけど、<laughs> あの私はですね、まずやるべきことをやってから自分のやりたいことをやりましょうというのが自分のポリシーなんですね。あのやるべきことって世の中から与えてもらっている例えば上司からとか仲間から期待されていることそこに対してきちんと。 返してからそのの後自分ややりたいことをやるそうしないとこう前に進めないんじゃないかなという思いがすごくあってなのでまずそのやるべきことたくさん課題もあると思うんですけれども目の前にあるやるべきことをきちんとやることがその適応能力であったりとかこう自分のキャリアに絶対つながっていくんじゃないかなと思います。でそれとともう一つががいろんな状況が社会環境とか 例えば国際状況とか情勢とかいろいろこれから変わるんですね変化の時代だと思うんですけれどもたくさん今までなかった不安なことが出てくると思います何歳になっても不安って多いと思うんですよねだけどその不安にフォーカスしちゃうと今やるべきことをやる時間がなくなっちゃうので多分目の前にある課題をこうちゃんと処理してやっていければその不安に実際に直面したときに自分で間違わずに意思決定できるスキルを身につけられるんじゃないかなと思います 目の前の前ここととととを一生懸命やっていいいくがが大事かなと思まますす、はいはい、ありがとうございます、えー、お話を聞いてるとまとめとしてはやはり皆さん自分自身の,このやりたいことあの信念を持っているっていうことそれからあとは IT の洪水に流されないやっぱり切り分けが大事ですね、えー、しっかりとこの仕事に集中して IT も使う使わない時間オンオフっていうのを、まあ、管理する。 っていうところがすごくあの印象に残っています。それからやっぱり柔軟な部分があると思うんですね。皆さんすごくそのよあの世の中の動きを見てこう変えていくっていうようなところもあると思いますので、すごく参考になったと思います。はいということで、えー、そろそろ時間で大丈夫ですかね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。 末松さん、原田さん、土屋さん、そしてナビゲーター役は長谷川さんでございました。どうぞいま一度拍手でお送りをいただければと思います。皆様ありがとうございます。ではどうぞご講談ください。